ここでは、前身の高島部屋についても記述する。友綱部屋の前身である高島部屋の実質上の、初代は、若松部屋を飛び出し独力で部屋を築いた八代、高島である。八代は、関脇、輝きのぼるや、小結、友枝刀などといった関取を育てた。友枝刀は七代、友綱の幼女と結婚し、友綱部屋の後継者として目され、 現役時代から友綱部屋に移籍した。1951年1月に八代高島が死去した時には、所属力士の吉羽山は大関に、峰さんは関分けに昇進していた。八代高島の死後、1940年の引退後独立、して玉垣部屋を起こした後、明石を初代味川に変更して味川部屋を経営していた。 友江方が九代高島を襲名。安治川部屋と合併する形で高島部屋を継承した。その後、吉羽山が横綱に、峰山が大関に昇進した。吉羽山は1958年、峰さんは1960年に引退し、それぞれ独立。それぞれの部屋に移籍する者も多かった。その後、 1961年1月に、友江方の学府である七代友綱が、定年退職を迎えると、同年5月に、名跡変更して八代友綱を襲名し、同時に部屋名を高島部屋から解消する形で、友綱部屋を再興した。高島の名跡は、峰山が継ぎ、熊が谷部屋改め高島部屋の看板を掲げた。 1976年3月に八代は定年し、それに伴い、夫人の妹と結婚した二代味川が九代、友綱を襲名して部屋を継承した。九代は、先代からの弟子である関脇、先掛明などといった関取を育て上げた。1989年5月に九代は、定年を迎えたため、それに伴い、 その娘婿で部屋付き親方である十二代高島が十代、友綱を襲名して部屋を継承した。十代は、大関、海王や、関脇、海星などといった関取りを育て上げた。1997年8月には、立浪部屋から十代置て風と十二代中川が、移籍してきたが、二人は1998年2月に、 互いの年寄り名跡を交換した後、同年10月に、追い風帰らない、弟子二人を連れて、分家独立する形で追い手風部屋を再興している。2004年、3月場所後には、所属力士不在のために閉鎖された竹熊部屋から12代、竹熊を受け入れた。2005年4月には、辰並部屋から11代先行さんが移籍してきた。2012年4月には、 師匠の定年退職によって閉鎖された大島部屋から、極天法をはじめとする力士、行事らを引き取った。2014年2月には部屋付き親方である15代先行さんが、内弟子2人を連れて、分家独立して、先行さん部屋を創設した。2017年6月12日に10代は、定年を迎えるため、前日の6月11日に部屋付きの4代を大島と、 年寄り名跡を交換し、四大大島が十一代、友綱を襲名して部屋を継承した。極天宝が、友綱部屋を継承することにより、外国出身力士では四人目、モンゴル出身力士では、初の部屋師匠となった。また十代友綱は五大大島となり、定年後の再雇用制度を利用し、友綱部屋の部屋付きとなった。十代、 友綱時代は10代の古名にちなんで、所属力士の大半が、先駆けで始まる、古名を名乗る力士が多かったが、極天法、極州法をはじめとする旧大島部屋から友綱部屋に移籍した力士は、全員、旧大島部屋在籍時の古名をそのまま、名乗り続けている。11代、友綱時代になると11代の古名にちなんで、 朝日で始まる、四行名を名乗る力士が増えている。2021年1月場所前に、相撲協会が、全協会員に実施した、PCR 検査により、部屋所属力士一人の新型コロナウイルス感染が、判明したため、感染は確認されていないが濃厚接触した、可能性のあるものも含めて、全所属力士と11代友綱、5代大島、18代玉垣、 行事二人、床山一人は1月場所を休場することになった。2月二日に電話取材に応じた11代、友綱によると、感染した力士は無症状であった。PCR 検査で陽性が判明し、入院までの数日間、部屋で隔離されていた力士は責任を感じるあまり、かわいそうに、自分のせいでと泣いていたと明かした。集団感染への心配から、買い出しは、 部屋の女将が担当し、親方、部屋関係者の子供も休校させるなどして、外出自粛を徹底。部屋済みでない関係者は、一時で入り禁止の措置を取った。感染した力士は、針の治療に行った際に感染したと見られており、その後の後遺症はないという。2月に入ってから稽古を再開しており、3月場所もあるから、不安はあるが、誰でもなるし、 責められない、他のお相撲さんよりも一場所休ませてもらったわけだから、とりあえず3月は全員勝ち越す気持ちでやらないとねという話はしましたと、3月場所に向けての思いを語っている。師匠の七大立浪との部屋経営や指導方針をめぐる意見の相違を理由に移籍先行さんは所属する海洋が所有者の仮株であったが、2006年3月に、 玉垣を取得し十八大玉垣を襲名している。大島親方、友綱部屋を継承モンゴル出身初の部屋持ち親方、相撲協会理事会で承認、デイリースポーツ、2017年6月1日、高健さん武蔵丸、古都欧州に次四人目、ただし全出の三人は、部屋の新設に伴う部屋師匠なので、 部屋の継承に伴う部屋師匠は極天法が初めて。元極天法の大島親方、名門、友綱の師匠に、やりがい、日韓スポーツ。2017年3月4日、教会からのお知らせ。日本相撲協会。2021年1月9日閲覧。千代昌マラ5人感染席取り15人含め力士65人球場から、大相撲、日韓スポーツ。 nikkansports.com2021 年1月9日閲覧コロナで初場所全休の友綱部屋感染した力士は無症状自分のせいでと泣いていたと師匠スポーツ放置2021年2月24日閲覧 ABCD 大島部屋からの預かりでしありがとうございます